パープルーム TV。 自分の作品のことってどう思ってるんですか、川瀬さんって。自分の作品のこと、はい、でも今回そのキャラクターっていう、はいはいはい、そのまあ、枠組みの中で取り扱っていただいたわけなんですけど、もう結構そのさっきも言ったように、うんうん、キャラクターっていう言葉を自分で使うようになったのは最近のことで、はい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 、なんかそれまでこうキャラクターっていうものがちょっと自分自身怖くて、あ怖い、その文脈に乗っかるっていうのもそうですし、はいはいはい、なんか自分がそんなキャラクターっていうものを扱っていいのかみたいなところがあって、はい、はい、なのでその公表とかでキャラクターって言われると、はい、人ですとか、あ顔ですとか言ってたんですけど、わかるかもしれない、はい、それがなんかなくなってきて、うんうんうん、で、あ、自分はキャラクターで行くんだって思ったのが最近ですね。あ、なるほど、それはあれですね、はい、キャラクター絵画作家としての自我の芽生えみたいなわけですね。熱い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 話ですね。そうですね、なのでなんかキャラクターに対して、うん、特にこうめっちゃ好きとか、あ、なんか、なんでしょう、そういうこう強い愛情っていうよりは結構自分は冷めた目で見てる。あ、まあ、でもなんかそれは分かるっていうか、はい、なんかの作品とかあれがめちゃくちゃオタクでめちゃくちゃキャラクターへの愛情があったら、はい、最初から解体できないと思うんですよ。あ、やっぱりもうちょっとこうメタ視点っていうか、はい、冷めた距離感があるからこそ、はい、こういうふうに解体できるわけで、やっぱりその同じような同じっていうか同じって言っても同じじゃないんだけど、そのキャラクター絵画って言っても、例えばちょっと上の世代でいう愛想桃花さんとかになってくると、もはやそのキャラクター絵画っていうか、もうキャラクターキャラデザインに近いっていうかさ、なんかのこうちゃんとしたアニメに登場してもおかしくないクオリティっていうか、まあ仕事自体がそういうのしてたりもするから、なんかそのまあキャラクター絵画も何種類かあって、なんかその愛想桃花さんと門馬さんもちょっと違うしね、うん、門馬さんのやつもやっぱり一見超うまいんだけども、やっぱり美術成分がすごく強かったりとか、うん、あとペロミみたいにこう、まあもう何かの作品の影響とかはほぼ読み取れず、まあなんかこうさあれだ、児童画に近いところに表現主義的な衝動と、ね、彼の実存というか日々のこう切ない何かエピソードとかと一緒に描き殴っていくっていう、まあ、割と伝統的な昔からあるキャラクター絵画の王道というか、うん、でこう描き殴ってるとサイトンブリみたいな絵に見えてきたりすることもあったりとか、うんうん、まあ、だから結構人気はあるんだよね、そのタイプのやつと、はい、ただ菅さんの場合はもうちょっとなんかメタ視点があって、うん、だから何がしかの、うん、絵画言語とキャラクターをちょっとこう調合してちょっと振ってみたりとか、ね、はい、ね、成分の濃さを変えたりとかしていろいろこうシミュレーションしているっていう意味では、だから旧来のキャラ先行世代のキャラクター絵画的な文法と、なんか美術の中 の絵画言語、だから今マーケットとかでもちょくちょく見るような、なんかすごくなんかマティスとかセザンヌみたいな絵画言語じゃなくて、もうちょっとこうローラー・オーウェンスだったりとか、うん、まあ、リック・タイマンスだったりとか、うん、もうちょっとマーケットで無意識的に見てるようなものと、うん、キャラ表彰をなんかブレンドしてるような感じがして、うん、なんて言うんだろう、だからすごく初期作品から、はい、まあ、すでにキャラ絵画のなんて言うのかな、すごく発展系から入ってる感じがして、応用編みたいな、はい、なんか基礎編がなくて、いきなり応用編がなんか始まっていて、だけどその応用編が何の応用なのかわからないままどんどん展開していくような感じが、まあ僕の中では結構あって、なんか帯さんとかだともうちょっとあるんですよね、こう最初こういう左なんかワッショイの時はこんな感じで、左ジンガの初古典の時はこうなってとか、で村上さんにこういう作家見ろとか言われたりとか、江原と整えろとか言われてこうなったんだろうなみたいな、そういうのが見えてくるけど、須田さんの場合はもうちょっとこうなんか実験場っぽいっていうか、うん、良くも悪くもふわふわしてるというか、だからまあその辺が僕はすごく、はい、まあ、いい悪い置いといて興味深いなと思って今回お声掛けしたところはあって、はい、うん、なんかその
あれなんですよね、須田さん の, あの役割っていうのは、うん、その全国の未来芸大生のにおけるキャラアイコンの需要みたいなものを一人でこうね、あの引き受けていただいていると。何、はい、安藤さん面白いこれ、うん、面白いでしょ、うん、まあ、超迷惑な話だけど勝手にそういう、別にいいよね、別にそんな勝手にそう言って、はい、ありがとうございます、うん、はい、勤めさせていただきます、うんうんうん、でもやっぱりこれが、はい、やっぱりペロンミさんのような、はい、ね、その美大に行ってない人だとしたら、これが家で普通に生まれてくるかっていうと、やっぱりそんなことはなくて、やっぱりその美大のアトリエで、アトリエで書いてなかったとしても、その同時代の同世代というか同世代の周りにいる人たちからの間接的な反射というか影響が、だからそれが直接的っていうよりかはね、やっぱり それが前提となってやっぱり生まれてきているような、うん、作品だなとは思うんですよね、うん、なんかすごく興味深いなと、うん、お前は何様だという感じですけどね。まあだけどこの程度のお話ですらあれなんですよ、キャラクター絵画において普段話されてるかっていうと、いや、分かるよ、もっとレベルの高い話もあるのは知ってるんだけれども、大半がさ、やっぱりオフ会で終わっちゃったりとかさ、あとその すごく近しい作家の中での分かる分かるみたいなとこで終わってたりとかして、やっぱりあとこのコレクターの名言あれですよ、めちゃ良いですよね、めちゃ良い、これめちゃ良いとか言って終わる。めちゃ良いっていうのはやっぱ残んないからね、1週間しか残らない、うん、だからめちゃ良いとか友達同士での仲間たちの中で、ファンダムの中でのあれお前いいよなみたいな、その逆だったりとか、もうそれはそれでもう溢れてるのでいいかなと。だからこれからはなんとかそのキャラクター絵画かっこ仮の周辺を周りも作家自身も言語化していくことで、やっぱり言葉にならないほど微妙みたいなさ、はい、もう言葉にできないよこんなのみたいな、うん、本当にそうなのかっていうふうに思うんですよ。だからもうちょっと言葉で追い詰めていくことによって、なんていうのかな、こう忘れ去られないで済むかもしれないし、実はその他の人が言説にしちゃうと、これとこれ同じじゃんみたいなこととかがあって、その無駄に反復しなくて済む部分が出てくるかもしれないし、うん、ね、やっぱり僕が眼科画廊とかに行っても、やっぱり、うん、あれやめとこう、うん、いやあれはあれでいいと思うんだけれども、なんかせっかくなんかさ、ホワイトキューブだったらアートみたいなのやめようよって思うんですよ、うん、なんかもうこのプレゼンテーションがアートフェアっぽかったりとか、眼科画廊っぽくこうやれば、うん、アート性と、だけどアート性はあるんだけど深く考えるのは野暮だからやめようみたいな、それ最高の思考停止じゃん。それだとディープなオタク的なさ、こう深みというかさ、うるさいのかな、コンコンとされたラーメン屋、まあいいか、そんなことある、いや、わかんない、コンコンとしてたよね、はい、コンコンって、あ、そうだから結局今そのアートの展示がされるような空間でなされるキャラクターっぽい絵画たち、絵画およびドローイングたちにまつわる言説なり、その、ま、周りで飛び交う言葉っていうものがすごくあんま知的じゃない気がしていて、良くない意味で、うん、だからそうなってくるとオタク的にもぬるいし、アート的にもぬるいっていう、こうめちゃめちゃぬるい話になってきて、そんなぬるいものがなんか未来の人がわざわざ、ね、見る、まあ ね、そんな未来とかなくて、別にその刹那的なエモさでいいんだよっていうんだったらいいと思うけれども、やっぱそれだとなんかやっぱりもったいないんじゃないかなと思うし、やっぱり今こう巷にあふれているそういう作品たちもやっぱり先行世代からのバトンは絶対受け取っているはずで、でもそれが無自覚的にやっぱりね、こうなっちゃうと、例えばね、タンパク質さんのああいう飛び出した目がなんだっけ、あれ石だっけ、違うな、まあいいや、まあそういうのがさ
由来のよくわからない引用みたいなものが結構無限に繰り返されていて、まあ、それはそれで現象としては面白いけれども、やっぱりね、それのこっちは売れてこっちは売れないとか、なんかそんなランダムなさ、なんかこう乱数表みたいなね、運試しみたいなものではいけないと思うので、まあこれはね、私の仕事ではない、バブルの仕事ではないんですけど本来、だけれども、まあ、だんだんこういうこともしていかないと、やっぱり後になればなるほどもう分かんなくなっていくからね、だからこういうキャラクター絵画についてのリサーチというか、ちょっと始めていきたいなと思った次第でございます。それの第一弾なんですよ、このグループ展は。そうなんです、そうなんです。だから本当はこの展覧会って、その出品作家も50人とか100人とかいないと、まあ、いけないんだけども、まあ制約があるので、だしここにバーっていろんな人をさ、何十人もね、こう展示しちゃうと、それこそいっぱいあって楽しいみたいになっちゃうので、そうじゃなくて、割とこう一人一人の作品を、作品なり作家性なりを地道に掘り下げて いく、まあこれが掘り下げられているかっていうと甘いっていう方もいるかもしれないけれども、だから今始まったところなんですから。別に来てない反論に対してね、未然に防ぐと、はいはい、お願いします。大丈夫、大丈夫です。ちょっと僕ばっかり喋りすぎですね。どうぞ。そんな、はい、普通に。あれだね、私、あれゲストを生かさないことで有名だよね。ゲストに。っていうか、やっぱりその、はい、人がいるともうそれだけで、なんかこう喋りたいことが出てくるっていうかさ、そう、もう別に、はい、ありがとうございます。そうそう、もう言葉はいらないみたいな、はい、あるけど、はい、そんなことはない。だよね、ちゃんといい質問とか投げてないからですね、僕が。川下さんに。あ、なんか意識してる作家とかいるんですか。あ、意識してる作家、はい、意識してる作家っていうのは、まあ、なんか、まあ、多分いらっしゃるんでしょうけど、はい、こうあのそういう大物じゃなくて、割とこう自分と近い文脈の中で意識してる人とか、意識っていうか、はい、まあ、意識までいかなくてもこう、はい、こう見えるとか、はあ、影響を受けて、影響じゃなくても、例えばこう門馬さんとかはどう見えてるのかとか、あ、まあ、普通に交流があると思うんですけど、門馬さんはどう見えてるか、でも私あの多分高校生くらいの時から作品は知っていて、で、あ、門馬さんだ、はい、すごい、いい作品だなって思っていたら、はい、その卒業制作展にも見に来てくださって、そこが初めて、あ、卒業制作、あ、最近なんですね、はい、あ、そうなんだ、僕前から知り合いなのかと思ってた、はい、あ、そんなことないんですね、はい、に来てくださって、でお話しして、で一度あのカレーとロイホのパフェを一緒に食べに行ったんですけど、あ、ペアミさんとさ、ね、ペロンミさんについてはどう思ってるんですか。はい、お友達、いやもちろんそれは知っててそれはさ、はい、あれじゃん、作家同士の話で、プライベート作品についてどう思ってるんですか。はい、でもなんかこの間あのペロンミさんのインスタグラムの作品を遡ってた時あって、はい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 、なんか最初の絵と今の絵全然違くて、はいはいはい、そこがすごい私的には面白いなと思って、何が面白いですか。なんだろう。あの、ちょっと使ってる画材とかは同じなんですけど、なんか手つきが違うっていうところで、今の結構シンプルに線が結構単純になってたんですけど、過去のすごい複雑っていう。なるほど、なるほど、はい、そこははぁ、はぁって思いながら、なるほど、はい、じゃあサメ星さんとかどうですか。あ、サメ星さん、はい、好きですね。あ、好きですか。好き、はい、
なんかこう近親憎悪みたいなないんですか、こう近親憎悪、なんかその、はい、自分と違うけど近い領域にやってるちょっと近い世代の作家とか、はい、マジ許せんとかない、ないですか。あ、でも逆ですよ、なんかごめんなさいっていう気持ちでやってます。え、なんでですか。なんか何がごめんなさい。なんだろう、結構その、うん、キャラクター扱ってる方って、はいはい、そのキャラクターに対して愛があるじゃないですか。で、なんか自分はそういうのを、はい、特に語れないなって最近気づいて。意外と、はい、でもそういう作品が見たりするんですよね。します。で、多分可愛いものは好きなので、はいはい、見るはするんですけど、はい、安藤さん何してんだよ。ありがとう。やめてやめて安藤さん、それ見たりはするんですけど、うん、でもあれ何の話してましたっけ、うん、自分は、はい、そこまでの、さっきも言ったように冷めた目で、はい、扱ってるので、うん、そういうところで自分がキャラクターっていうものを扱うのにすごい申し訳なさっていうか、うん、かこれでキャラクター絵画って言ってしまってて申し訳ないですっていう気持ちがちょっとあります。あ、そういうもんなんですね。なんかこう、はい、いろいろ固有名がバンバン出てくると楽しいですけどね、そういうあの人はこう思う、こう、それでいいですか。はい、どんどんそういうのがあった方が。安西真由さん、うん、いや、多分同世代。あ、気になる作家。気になる作家です。もう安西真由さんも結構キャラクター、うん、解体的な形で絵画に落とし込んでいる方で、そこに結構親近感があります。なるほどなるほど。あれは名もなき実政とかどう見えますか。ああ、うん。どう見えますか。うん、どう見えるかというか思うというか、はい。なんか僕から見るとあんまりキャラクター要素って、はい。ない気がしていて、はい、実政くんの場合は、うん、確かにキャラっぽいこう、はい、あれはあるけど、はい、それは結構すごく凡庸なキャラで、はい、それよりかはその、あの絵の具使いの巧みさをさ、はい、ね、見せたりレイヤー構造を見せたりすることの方に重点が置かれてる気がしていて、はい、そう、どう見えた、どう見えてます。そうですね、うん、実政さん の、 そのなんかレイヤー使いとか、うん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 、そういうのは多分無意識的に影響を受けてると思ってて、実政、うん、さんも多分確か地方で活動してるし、そうですね、九州の福岡の方で、うん、なんか自分が高校生の時に、はいはいはい、あの地方で美術の活動をするのがすごい苦しいみたいなツイートをした時があって、はい、それを実政さんが当時拾ってくれたんですよね、はいはいはい、そのツイート、はいはいはい、そんなことないですみたいな、なるほどなるほど、ってくださったのが結構自分の中では、うん、名もなき先輩がって なってます。いい話ですね、はい、こういう話って大事ですね。こういう無限に細かいエピソードを、はい、あ、いいですか、なんか何個かあったらもうちょっと、はい、あ、うん、あ、おびさんとかどうですか。あ、おびさん、はいはい、好きですか。手を持ってます。あ、持って、あ、やっぱ持ってたりするんです。どれくらい好きなんですか。どれくらい好き、どれくらい好きっていうか何が好きなんですか。何が好き、うん、あのキャラクターの表情とか、うんうんうん、結構自分の描いてる表情 に、うんうんうん、いや、に似てるとか言ったらもう、あ、全然いいんじゃないですか、おこがましいですけど、うんうん、はい、なんかあまり笑ってる表情ないじゃないですか、はいはいはい、うんうん、帯さんも、はい、私も、え、僕は結構、はい、帯さんとなんか似てるとかじゃなくて近しい部分もあるなっていうふうに、うん、なんか思っていて、はい、うんうん、ありますよね、やっぱりちょっとは。そうですね、うん、キャラクターの表情っていう点で自分は結構つながるかなっていう、だからこうお二人ともキャラクターが何を考えてるかわからないっていうか、はい、なんかこう喜怒哀楽とかじゃなくて、はい、なんかこう完全に人っていうかちょっとだけ物質化してるような感じもちょっとするんですよね、僕からすると、はい、うん、あとやっぱりこのグレイッシュなこうなんていうのかな、ちょっとアンニュイなサイドで描いたりするところもちょっと共通点な気がしていたりいなかったり、うん、あと顔がどっちかっていうとこうペッこうこうペチャンとこう、あ、そうですね、こういう感じ、はい、うんうんうん、僕も小さい頃豚さん枕っていうのをずっと
肌身離さず持っていて、それも結構こういう感じの顔だったんですよ。でもずっとこうこうやってで泣くな、なんかそれが見つからないと寝れないみたいなやつで、最終的にはボロボロになって、なんか親がそれでもう豚さん枕ミニみたいなの作ってくれて、こういうそれで豚さん枕同士がこうもう紐でくっついてて、こっからこう下げてこう常に持ってみたいな、両手でみたいな。何の話だこれ。うん、そうそう、だから僕結構こうこうペチャってなってる顔を見ると、うん、豚さん枕のことを思い出します。まあでもちょっとこれは関係がありますよね、このキャラ絵画とそういうのって実は、うんうん、あとはどうでしょう。あ、逆にこうもう奈良美智さんとかどうなんですか。ああでも全然なんか自分とつながらない雲の上の人って感じです。あ、それはもう社会的な感じ、それとも作家としてっていうかこう、あ、作家としてなんか社会的なプレゼンスと作品の世界ってまあまた別だったりするじゃないですか、はい、もう作品の世界的にも全く関係ないなって感じですか、うん、そうですね、なんか奈良さんの描いてるものをキャラクターって自分は認識できないです、ね、あ、わかる、わかります。そう、なんでしょうね、わかります、はい、だから奈良さん自体もキャラクターって思われたくないと思ってるじゃん、はい、これはね、めっちゃ本格的な絵画別みたいなことを言ってそうじゃん。わかんないけど、でもなんかこうね、はい、奈良さんってやっぱりありがたみじゃないけど、はい、いろんな絵を絵の具をこうやってやってから整えていくな、はい、パステル調に、はい、それによって絵画的な深みっていうかさ、うまみを閉じ込める戦略じゃないですか、だけど絶対にあれはキャラアイコンなんだけど、微妙に同時代のそのオタク的なキャラの輪郭を避けるような形でキャラに仕立て上げてますよね、うん、それによって絵画のなんだろう自立性みたいなものを担保してるのかなっていう気がしていて、まあ、これって多分ビジュアル系で言えば、例えば僕が X ジャパンとか言われたりとかラルクアンシェルって言われたら困るみたいな話だと思うんですよ。なんかもうちょっとファンが300人400人ぐらいのなんかデスボイスばっかり使ってるようなビジュアル系じゃないと普段聞くにはなんかこうちょうどよくないっていう か、 なんかいきなり神が降臨されてもちょっともっと薄めさせてくれみたいな。でもガゼットとかでさえ濃いですからね、やっぱりディル・アングレーとかもやっぱり襟を正してから聞かなきゃいけない感じがあって、やっぱりディル・アングレーじゃなくてグリーバーだったらすぐ聞けるみたいな。メジブレもちょっと重いなとか、ゴシップだったらいけるなとか、なんかリンチも重いからシバレツカインでもいいかなみたいな、そういうような介護感みたいなものがあのキャラクター界はありますよね。あると思う。いやいや、でも多分ニュアンスは伝わったと思う。そう、絶対そういうことですよね。でも本当にそういうこと。はい。うん。なんかのやっぱり劣化コピーっていうかデチューンしてなんかそういう方がこうちゃんと感情移入できたりとかするっていう、なんかクオリティが高ければいいってもんじゃないと思うんですよ、そもそもキャラクター絵画ってさ。なんか違うかこの話。ふわふわしてきたね。あとこれやばいね、これ文字起こしするんだよ安藤さん。ビジュアル系のとこ、分かんない、 いいからそこじゃなくて長いねって話。長い、うん、なんかこれ今1時間くらい、そろそろ締めに入った方がいいね。これ締めるんですか。だからやっぱりあれじゃないですか、こう今後ね、あの川瀬さんがどこに向かっていくのかとか、はい、何がしたい、何をしていきたいのかっていう展望っていうんでしょうか、展望、はい、視聴者さんにこうドーンとやってくださいよ。いや、わかるよ、はい、そういうんじゃないからね、こういう作工夫の人は、はい、ね、なんかドーンってあったら怖いですけどね、これで全、ね、はい、キャラクターの世界を変えてやる、ね、変えてやると制覇してやるとか、はい、そういうことじゃないですもんね、はい、そうですね、うん、はい、どうぞ。はい、解体系キャラクター、解体ってどうなっちゃうんですか、もうどんどんこうバラバラになっていく、ほどけてで、また再構築されていく。あ、再構築っていう言葉も結構自分、はい、
どうしようかなと思ってて、うん、結構最近再構築系の作家さん多い気がして、はいはい、そうですね、はい、あまり使いたくないな。そうですね、だから崩すだけ、でも崩すだけ崩してどうするんですか、はい、バラバラになっていきますよ、拡散していって、はい、もう一回集める、さあ口が入っちゃうどんどんこう、 うん、どんどんデブリにしていきますか、はい、うん、気配だけになっていくみたいな、気配、あ、うん、そうですね、でそうするとキャラクターじゃなくなっちゃう、なっていきますよね、うん、それでもなおキャラクターと言い張るのが、言い張るのか、でも普通にキャラクターっぽい目とか描きそうじゃないですか、描いちゃうと思います、うん、難しいですね、はい、キャラクターって分解できるんですかねうん、セル画とかそういう感じですけど、うんうんうん、なるほど、はい、まあでもこんな感じでどうでしょうね、取れ高的に言うと、うん、そろそろ緑寿司に行ったりなんかします、でもまあまあさ、話としてはどちらかったけれども、はい、川添さんの入門編としては、はい、確かに決して悪くないんじゃないかと、はい、どうなんでしょう、なんかまあふわっと可愛いキャラクター描いてます以上みたいな話ではないじゃん、それそうだよねいや もっと頑張れって感じでしたね、私ちょっと疲れてましたね今日、まあ、でも3人いるから、ん3人いるから大丈夫ですか、確かに、うん、そうです、確かにアリが気になりますね、はい、あ、さっきのアリかもしれない、うん、いや、でも今日は川添須田さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい。